どうも、桃崎ひらめと申します。今日はね、アルコールを配信で珍しく飲んでいきたいと思います。今日はね、これ飲んでいきたいと思います。あの、調べたらね、これだけ飲むとね、死ぬらしいので、ちゃんと割り剤も買ってきました。でね、あのスピリタスのね、はいはいはいを、あのラベルの後ろ側です。蒸留を繰り返すこと70数回、純度を極めたポーランド産ウォッカのオスです。アルコール度数が高いため、火器に注意してください。多分これね、自然発火します。火とか近くにあって。気化したら、多分、気化すると多分完全に自然発火するんで。一回コナンとかでありましたね。昔のコナン。酒蔵でスピリタスが燃える。それぐらい危険なので、まあ、火器の使用は努力しないようにしていきたいと思います。プラスアルファ。ひらめさんが気になって気になってしょうがなかったものをね、お取り寄せして買ってきました。いやね、なんだっけ。ちゃんとね、ここの、今画像に映してるところのやつを買いました。山陽寺、一人試作。山口県名産、県庁色ですな。これも食べて、一発目。これさ、どんぐらい入れた方がいいのかね。てか、一回さ、手にペロってしたいんだけど、手にペロってしたい。どうなることやら。どんだけ入れたらいいかも、ひらめさんは分かっておりません。え、これは、生産カリかな ?93 って、10じゃない。あのね、香りがない。なんか、ちょっと不思議な。まあ、蒸留酒だから。あ、ちょっと下ピリピリするね、これ。もっと、一舐めて。今ちょっと瓶に、指ちょっておいて、こぼれてくるの、ちょっと触ってみたんですけど、触って舐めたんですけど、ちょっと口の中がちょっと爽やかになりましたね。ちょっと、どんぐらい入れたらいいのかな？いいや。なんかすごい。あ香りがすごいね。アルコールって感じがする。死ぬんじゃないか、平山さん。平山さん、あんまり最近ね、お酒飲んでないんで。禁酒をしてるわけじゃん。ただ飲む機会じゃない。あんまり平山さんね、お酒を飲みながら、配信ってのはあんまりしないもんで、飲み会みたいな感じにならないと、なかなか飲まないので。あー、大丈夫かな、これ。あー。あー、待って。うん、今ちょっと割り箸についたやつペロって一舐めしたら、口の中がしびれましたね。おー、これはすごいぞ。これはすごいぞ。結構来るね。ひらめさん使ってるの、600ミリぐらい入るコップなんですけど、そこを2センチいくかいかないかぐらい入れて、8分目ぐらいまで、ウィルキンソン入れたんですけど、来ますね。もうね、もう入れたところが熱い。食道っていうか胸の、ね、今ね、この、体温点をしてる胸の内臓、外から見てたら胸の間あたりが熱い。死ぬじゃね、あそ、お互いなーって。じゃあね、はい。では、ここでね、もう一つのメインティッシュ。ウイローをいただきたいと思います。で、ひらめさんで3000円のね、小倉とね、抹茶をね、3個ずつ入る。ウイロー、あ、3個じゃねえ。6個ずつ入った色を買いましてね。めっちゃ食うじゃんって思う。なんだっけ、推しの配信で色って何って配信をしてたからちょっと気になっちゃって。まあ、これはご支援いただいたとお金から出てます。うん。よくある、切るとこがなかったかと思った三角形。よいしょ。なんかほのかに甘いとか味がないとか言われてるらしいんですけどね。どうなんでしょうね。いただきましょう。想像してたより、もちもちでお上品な味。ガツンって甘いわけじゃない。って言えばいいのかな。羊羹より柔らかい。羊羹より甘くはない。ただなんか、なんて言えばいいのかな。なんか、わらび餅に、固めに作ったわらび餅にあんこ混ぜたかな。美味しいよ。ウイロー。ひらめさんがこれを何杯か飲んで酔うかってところが問題なんですよ。酔わなかったら、体が壊れるんですよね、多分。飲めるか。ヤメさんまだ何も今日食べてなかったから、これが初ですね。今ヒラメさんの右手が左手かどっちかわからないから、見ていう紫色の方に、うん、
ウイローっていうのが出てるんですけど、それを食べてます。食べ進めると、ちゃんと、あ、甘い。あのね、意外と。紙っぽいお菓子ってない。紙っぽいお菓子。なんだろう、あったっけ、そんなの。ウイローも美味しいし、スピリタスも美味しいよ。そこまでのあれにはならないと思う。あの、なんたってひだめさん、無駄に理性だけは働くから。変な成分はすごいかかるから。ノンアルコール飲むのが一瞬にしてアルコールに変わるから、結構やばいですね、このスピリタスは。まあまあ割っても結構きますもん。1.5 対9ぐらいにしたの、今。スピリタスで調べたら、一気はダメと、急性アルコール中毒が出てきて、怖って思って。普通の感覚じゃダメだね。料理師としてスピリタス使ったら死ぬんじゃないかな、その人。周辺燃える火つけた瞬間。あの、オッケー。クアントローとか、ウイスキーとかでも、まあまあ火柱立ちますからね。あと、紹興酒とか。気をつけないとダメですね。あの、大泉洋さんがね、それはそれは昔の番組で、料理を振る舞うときに必ずフランベをしてたんですけど、その時の、やつがウイスキーだったかな。か、なんか使って、フランベを絶対するんです。もう、天井焼けそうでしたか。天井まで火登ってました。これぐらいやばい。それスピリタスやだ、多分、まず死ぬと思う。あ、わかった。ひだめさん、そんなにね、甘くないね。お酒好きじゃないのがわかった、今。本酒とかならまだ飲めるんだけど、普通に。蒸留酒とかって本当になんか、味が微妙だから、単独で飲むのきついかもしれない。特に甘くないと難しいかもね。あと量をやりすぎた。早く酔いたい人にはすごく最適かもしれない。つまりなんか、ひらめさんは体験したことないぐらい体の中がね、もう、お酒を入れるたびに熱くなる。朝日スーパードライ。ひらめさんビール飲めないんだ。味苦手だから。あ、待って、急になんかすごい。ちょっと待って。ちょっと待って、今までいない感覚になってる。ちょっと待って。あ、待って、これが酔うって感じか。いや、別にそういうなんか変な感じじゃないんだけど、ちょっと待って。急に来た。急に来た。96% 襲いに来てる、ひらめさんを。ちょっと待って。え、別に吐くとかしないんだけど、なんか、焦点が合わない。お待って、あ、この感覚初めてだ。おぉ、すごい。グラグラする。ピーポー、ピーポー。面白い、すごい、ひやめさん初めての感覚になってる。え、これが酔うってことなのね。あ、すごい。すごい、あ、ふらふらする。酔うってこんな感じなんだ。あ、いい、酔う、あ、ひやめさん、数多くのお酒酔わせられなかった。酔う感覚を、教えてくれてる。あ、すごい、ふわふわする。なにこれ。あ、すごい。急性アルコールで。え、そう、マジで。マジで、ちょっと小さいようかな。なんか、エロいな、この干物って言わないで、あめちゃん。ね、エロくないよ。普通にジンジャーエール飲む。おえ、面白い、これ。この感覚面白い。なんだろう。感じたことない。え、これさ、酔ってる人ってこんな感じなのかな？酔ってる人ってこんな感じなのかな？なんかすごいさ、体がさ、ヘニャヘニャする。普通のさ、お店でもさ、ハイボールとかさ、日本酒とかさ、サワーとかじゃこんな感覚絶対来ないんだよ。何十杯飲んでも。なにこれ？怖っ。怖っ。すごい。楽しい。なんか楽しいよ。ねえねえ。楽しいよ。今、ひらめさんはすごい楽しいよ。そう、油断の足。油断してた。96%、ちょっと油断してたかもしれない。ちょっとごめんね、ちょっと待って。ジンジャーエールの。急に来る。96%を襲いに来てる。